文章館は山形県山形市の中心部にある国の重要文化財山形研究県庁舎及び県会議事堂を修復利活用している施設の愛称。正式名称は山形県郷土館。日没から21時30分までライトアップが行われている。1911年、同一人物の設計による同時期の建築ながら、 急県庁舎の外壁に現在の南洋資産加工岩を用いていたことから双方の外観の印象は異なる。なお双方の建物の屋根には宮城県小松町村の黒色スレートを使用していた。また双堅時から稼働する時計統の機械式用時計は札幌市の境内に次いで国内で2番目に古い。昭和40年代に入り県行政の中心である。 県庁の機能も複雑多岐に渡るようになり、増設を重ねてきた第二大県庁舎も、各部署が分散し、また狭いため、事務効率上の問題が指摘され始めた。このため、新県庁舎建設計画が策定され、建設地は、開通が予定されていた山形自動車道山形座王 IC から、資金の山形市東港の阿コ屋地区都市、 山形県の誕生100年を目前に控えた1975年9月に、総工費97億円余りを当時建設された、地下2階、地上16階の第3大県庁舎が完成し、執務を開始した。松並に県庁外転後、旧県庁は、山形県東南、村山地方事務所庁舎が完成するまで、暫定的に同庁舎として使用されたが、 旧県庁跡地の利用に関して県は、1973年8月に、副知事を会長とする、旧県庁跡地利用問題懇談会を設置し、利用方法が検討された。1975年8月に懇談会は、正面本庁舎は、歴史資料館として、永久保存すること。敷地すべてのうち、南面道路に当たる分を除くほかは、すべて緑地公園とする。 などを内容とする利用計画を知事に答申した。その後、山形市議会の市庁舎建設委員会が、老朽化していた山形市役所の新庁舎建設用地を旧県庁が、跡地が最も適しているし、県当局と接触する局面もあったが、県は、懇段階の計画に沿って、旧県庁は土地を整備するという方針を1977年度末に、公式に打ち出した。 1984年12月28日に、旧県庁舎及び県会議事堂が国から重要文化財に指定されたことを受け、1986年7月から保存・公開に向けた修復工事のほか、周辺を緑地公園に整備する事業が着手され、1995年9月に事業が完了、同年10月1日に山形県郷土館として開館した。 文章館、文章館及び、前提の県政視力地文章館は、議場ホール、中には、二つの会議室、八つのギャラリーが貸し出されている。他、文章館の前提にあたる南側には、1.6ヘクタールの面積に、日本庭園、噴水、石張りの広場などを備えた、県政視力地が整備されている。文章館と県政視力地は別の施設であるが、 一括して一つの指定管理者が管理、運営をしており、県民活動の場としての利用のほか、コンサートやライブ、その他屋外イベントが行われ、中心部の集客装置として機能している。なお、山形テルサを本拠とする山形公共楽団が、文章館を練習場及び小規模なコンサートの会場として利用している。文章館の門前は T 字路となっており、正面南方向には7日、 商商店街をはじめとした山形市の中心部繁華街が続く。他の東西に方向は、県道19号山形山寺線及び、県道22号山形天道線であり、文章館は山形市の都市骨格の交通の要衝にあるランドマークとなっている。また、周辺には山形地方裁判所、山形市役所、 山形県県民会館をはじめとした山形の主要施設が集まっている。山形県庁舎1877年の1911年1916年から1975年1975年。現在全市山形県郷土館の歴史以上は、山形県級県庁舎及び県会議事堂二棟の名称で重要文化財に指定されている。 他に、以下の物件が重要文化財の不指定となっている。文章館の3階にある、成長級完備来館者駐車場が、満車の場合は、周辺駐車場を利用、実写作品のロケ地としても使われている。ありがとうございます。